ハデジタルインストラクターの吉野愛子です。今回ヤマハミュージックシンセサイザー MX のご紹介をさせていただきます。 MX にはピアノ、LP、オルガン、ストリングスなどバンドに使える音がたくさん入っていまして、ライブやリハーサル、バンド活動にも気軽に持ち運べるコンパクトさと軽さを実現したシンセサイザーです。これからキーボードを始めようと思われている方や、すでに何かの鍵盤楽器をお持ちで2代目のシンセサイザーを求めの方にも最適です。このムービーでは MX のセッティング方法から、使い方、音色紹介、数々の機能の活用方法を分かりやすく、解説いたします。どうぞ最後までお付き合い願います。MX にはスピーカーが内蔵されていませんので、音を出すためには外部のスピーカーやヘッドフォンに接続する必要があります。今回はスピーカーに接続してみましょう。ピアノ演奏に必要なサスティンペダルを接続しましょう。最後に付属の電源アダプターを接続し、電源を入れてみましょう。それでは準備が整いましたので、 MX の内蔵のデモソングを聴いてみましょう。ファイルボタンとユーティリティボタンを同時に押します。そしてデータダイヤルを回してデモソングを選択します。全部で27曲入っているんですが、今回は13番目を選択します。再生する場合はプレイボタンを押します。止める場合はストップボタンを押します。エグジットボタンを押して元の画面に戻ります。MX にはバンドで使えるアコースティックサウンドからシンセサイザーサウンドまで多数のハイクオリティの音色が収録されています。ここではその中から代表的なサウンドをご紹介します。音色を選ぶときはこちらの楽器のカテゴリーが書かれた白いボタンを使います。まずは鍵盤楽器の中でも特に使うことの多いピアノの音です。様々なバリエーションが入っているんですが、ここでは1番目に入っているコンサートグランドという音を聞いてみましょう。深みのある低音から繊細な高音までしっかりと表現することができ、いろんなジャンルの音楽に使いやすいです。次は同じピアノでも少し懐かしさを感じるような味わい深いオールドブルースという音です。ここからはピアノはピアノでもエレクトリックピアノのご紹介です。丸くコロコロとした音が心地いいかと思えば、強くギャッと弾いた時はかっこいい音が鳴る、そんな変化に気をつけて演奏したいと思います。キーボードボタンを押します。
次はウーリッツァータイプのエレクトリックピアノです。セブンスのコードが似合う、そんなおしゃれな音です。次はもう一つの代表的な鍵盤楽器、オルガンです。オルガンには欠かせないロータリースピーカーの効果をこのモジュレーションホイールを使ってコントロールします。次はストリングスです。中規模よりも少し大きめの編成の音で、繊細さと温かみを絶妙なバランスで含んだ音です。次はブラスの音です。この音は、ブラスらしい吹き始めのパンというアタック感、そしてその後のクレッシェンド、そして鍵盤を強く弾いた時には音がパラパラパラッと下る、そんなブラス独特の奏法を表現できる音です。次はシンセブラスです。この音では、このノブを使って音を変化させてみたいと思います。このようにカットオフを使うと、音を明るくしたり暗くしたり変化をつけることができます。次はシンセサイザーならでは、個性的な音が特徴のシンセリードです。ここではピッチベンドを使ってみましょう。このようにピッチベンドは上に上げると、音程が滑らかに上がります。同様に下に下げると、音程が滑らかに下がります。最後は少し変わった演出にも使えるサウンドエフェクトです。鍵盤を押さえるだけでも不思議なサウンドが広がります。ここではモジュレーションホイールやノブも一緒に使ってみましょう。MX には音色を重ねるレイヤーと、左手と右手で音色を分けるスプリットの専用ボタンがついていますので、それらを瞬時に作ることができます。例えばピアノの音にストリングスを重ねてみましょう。まずはピアノのボタンを押して、そしてレイヤーボタンを押します。次に、重ねたいストリングスを選びます。そうすると
画面の上の段にはピアノの音、下の段にはストリングスというふうに今レイヤーしている2種類の音色が表示されます。次は生ブラスの音にシンセブラスの音を重ねてみましょう。まずは生ブラスの音を選びます。そして、先ほどと同じようにレイヤーボタンを押して今度はシンセブラスの音を選びましょう。このように音色をレイヤーすることによって音に厚みを出すことができます。次は左手と右手で音色を分けるスプリットです。ここではエレクトリックピアノとベースをスプリットさせてみましょう。まずはエレピの音を選びましょう。そしてスプリットボタンを押してベースの音を選びます。そうするとMX には複数の音色を組み合わせて鳴らすための音色セット、パフォーマンスがあらかじめ128個用意されています。ここではその中から代表的なパフォーマンスをご紹介します。パフォーマンスを選ぶにはセレクトボタンを押します。そしてデータダイヤルで選択します。このように弾いた音に合わせて、コードやベースが自動的に変わってくれます。このようにたくさんのパフォーマンスが入っているので作曲のアイデアとして使ったり、あとは自分の好きな曲をあらゆるジャンルで弾いてみたり、アドリブの練習に使ってみるなどという楽しみ方ができます。MX には USB メモリー内のオーディオファイルや MIDI ファイルを直接再生する機能が搭載されています。ここでは USB メモリー内の WAV ファイルを選択して再生する手順をご紹介します。エクスターナルソングボタンを押します。データダイヤルでファイルを選択してプレイボタンで再生します。音量調節したい場合にはカーソルキーの下ボタンを押します。こちらもデータダイヤルで調節することができます。エグジットボタンを押すことで元の画面に戻ることができまして、その間もパネル操作が可能です。
止めるときはストップボタンを押します。以上、短いお時間でしたが MX のご紹介をしてきました。 MX はコンパクトで軽いんですがバンドに使える音をたくさん収録しています。サウンドクオリティの高さは実感いただけたのではないでしょうか。これからキーボードを始められる方や今何かしらの鍵盤楽器を持ちで2台目のシンセサイザーをお求めの方にも最適なシンセサイザーです。ぜひ MX をライブ、バンド、音楽制作にご活用ください。